アイドークからプッシャーを外します。プッシャーを軽くまぶたに押し当て、二重にする位置を決めます。プッシャーで押してまぶたが折り込みやすいところが自然な位置です。位置が決まったらリキッドアイライナーであらかじめラインを引くと液を塗る目印になります。二重にするラインをまたぐように細い楕円状にアイドークを塗ります。液が半透明に変わったらプッシャーを二重のラインの中央に軽く押し当てながら目を開けます。最後にアイリのプッシャーに持ち替えてラインを整えます。